はい、おはようございます、おはようございます。あ、まだできてない、あ、すいません。はい、エリエさん、マイちゃん、アレリア、ヤシリさん、おはようございます。ヤシリさん、おはようございます。はい、トモコさん、おはようございます。はい、モンクさん、おはようございます。コネクションという、ちょっと YouTube やっぱりダメみたいですね。残念ですが、なんか久しぶり。はい、太陽さん、それからあんかけさん、おはようございます。今日はですね、大雨で、ご覧のようにですね、すごい大雨です。まあ、場所によってはすごいと思うんですが、ここも、まあ、比較的、雨が続いてます、こういう感じです。ヤシリさん、おはようございます。トモグさん、今日も素敵な場所ですね、心が洗われます。パイオニアさん、おはようございます。土砂降りですね。土砂降りといえば土砂降りです。イエス様が泣いておられますか。まあそういう見方もできますよね。雨の意味。アイポンさん、おはようございます。まあ、神様が泣いている、イエス様が泣いているという意味に捉えることも間違いではありません。人間の罪に対してイエス様が泣いている、悲しんでいるということは正しいでしょう。もう一つの意味はですね、YouTube ダメですね、すいません。 YouTube はですね、なんかこう、止まっちゃいます。もう一つの意味はですね、その恵みの雨ですね、聖霊の雨がこの降り注ぐ、聖霊の雨が降り注ぐ、そういう見方もできるかもしれません。ですから、そういう意味で私たちは、その期待していいと思います。もうすぐ日本に聖霊の大雨が降る、もうすぐ日本に聖霊の大雨が降る、そのように、その予言的に考えていいと思います。そうです、パイオニアさん、一雨ごとに草木が育っていきます。その通りです。私たちは、聖霊によって、聖霊の雨によって成長する、聖霊の雨によって成長する、そういうふうに考えていいのではないかと思います。あ、ゆびさん、おはようございます。皆さん、私たちはもうだいたい肉体的には成長しきってるかもしれません。しかし大事なのは、私たちは霊的に成長することです。霊的に成長する。皆さんがこの放送に来るたびに、霊的に学び、御言葉を聞いて、皆さんが霊的に成長する、霊的に成長する、それがとても大事です。昨日の夜、この世はもうすぐ滅びるって言ってませんでした。言ってました。もうすぐ、この世は滅びます、イエス様が近いと言われています。イエス様が、この地上に来るならば、
もう、この世は終わりになります。この世は終わりになります。聖書の中に復讐の日、復讐の日、主の日、神の日という言葉があります。それは、神様が、この世が、神様が作った世界にもかかわらず悪魔が支配しています。その悪魔に対してイエス様が、この戦いに来る。もうすでに十字架でイエス様は悪魔に打ち勝ってますが、しかし、この具体的にこの地球を取り戻しに来る。イエス様が、この地球を取り戻しに来る。それが再臨だと思います。ですから今世界ではいろいろな悪、いろいろな暴虐がはびこっています。それに対して神様はもう、放置しないで、その悪を放置しないで裁きに来る、裁きに来る。それは聖書的な考え方だと思います。そしてそれが近いということを私たちは、その、警告しなければなりません。バイクで来たんですが、バイクで来たんです、バイクで来ます、あの世とこの世とはどう違うのですか。まあ、この世はこの世ですが、あの世は2つあります。あの世は天国と地獄があります。天国と地獄があります。その天国がと地獄があるかもしれないと多くの人は考えているかもしれません。多くの人は天国と地獄があるかもしれないと考えています。でも実際にあるということ、天国と地獄があるということを、知らなければなりません。知らなければなりません。ぜひ皆さん本当に、知ってください。あの世がある、あの世がある、天国と地獄がある。そしてこの世は、まあ遅かれ早かれこの世は皆さんは、この世から離れますが、100年も経たないうちに私たちはこの世を去りますが、しかし去った後必ずあの世に行きます。必ず皆さんも死んで終わりじゃないんです。死んで終わりじゃなくて、天国か地獄に行きます。天国か地獄に行きます。ですからぜひ皆さん、その私たちは、あの世に行く準備をしなければいけません。もう多くの人はすでに、地獄に行く準備をしていますが、私たちは、地獄に行く準備ではなく、天国に行く準備、天国に行く準備に、ならなければなりません。リカイさん、生まれる前に死んだ人はどうやって水に知らずの人と天国で向かっていくのか。生まれる前に死んだ人、神の愛があればできます。神の愛があれば、誰とでもうまくできるんです。あの世ではみんな意識があるんですか。私たちの今の意識よりももっと強い意識があります。強い感覚があります。天国でも地獄でも今の私たちの意識以上の意識がある。天国の喜びは私たちがこの世で味わうはるかにはるかに大きな喜びを感じる。地獄では私たちがこの世で苦しむ痛みよりもっとはるかに大きな痛みを感じてしまうのです。この世の、喜び、この世の苦しみは、
まあ、その天国と地獄の喜びと痛みの予告編なんですね。予告編。ゆうさん、おはようございます。ですから皆さん、自殺したら楽になるのはとんでもありません。自殺して楽になりません。むしろ自殺することによってもっともっと、もっともっと苦しみが増してくるあります。地獄に行くともっともっとものすごい苦しみがきます。ですから、決して死んではいけません。むしろ帰ってイエス様を信じて天国に行くことをぜひ、考えてください。天国に行くことを考えてください。なんでわざわざそんなにびしょびしょにならないといけない。教会でですね、教会で放送することもできます。しかし皆さん、外の方が、緑が綺麗でいいと思いませんか。このやはり緑を見る、それはとても大事なことだと思います。家の中だとですね、何か寂しいというか、神様が作られた自然、神様が作られた自然の中で私たちは慰めが必要です。教会で朝配信したらお隣さんに怒られるんですか。昔は教会で毎朝放送して生き生きしてましたよ、キューちゃん。朝教会で配信してましたか。ちょっと記憶が定かではないんですが、朝も夜も同じような感じだとね、ちょっと朝と夜とね、同じような感じだとちょっと寂しいですね。雨の日ぐらいいいでしょう。矢沢健二の歌に雨が、宮沢賢治のあるクリスチャンの友人がいたそうです。そのクリスチャンの友人のことを彼は評価して、そのことを、そのクリスチャンの友人について書いた詩が、その雨にも負けず風にも負けずだそうです。つまり、クリスチャンの在り方、クリスチャンの在り方を詩に書いたんですね。メロディさん、おはようございます。ジョルリさん、おはようございます。サヤエンドさん、おはようございます。もう若くないだから無理してはいけません。若いです。霊的に若いです。肉体的にはちょっと分かりません。はい、今日のテーマいきましょう。今日のテーマは2次元から3次元、2次元から3次元ということですが、私たちはですね、ある意味で4次元で生きています。4次元というのはどういうことかというと、縦横高さが3次元です。縦が1次元、横が2次元、高さを入れて3次元、そして時間を入れると4次元。私たちはある意味で4次元の世界に生きてます。ハム太郎さん、キューちゃん、タバコは天国で吸えますか。多分吸えないと思います。天国では害のあるものは、ね、害のあるものはダメなんですね。ですから、天国タバコ、多分天国タバコはないと思いますね。
もっともっと素晴らしいものがあります。もっと素晴らしいものが天国にありますから、タバコ、お酒、お酒はね、なんか、ワインがあるような感じがしますが、なぜお酒があってタバコがないか、それはちょっと私には分かりませんが、天国ワインがあるんじゃないかと。だけどこれはこの地上のワインとは違いますね。地上のワインとは違いますから、いや、もっとはるかに美味しい、もっとはるかに美味しい天国ワインがあるんではないかと。まあ、イエス様がですね、天国に行くまで、また天国で会うまではブドウの作った飲み物を飲まないとおっしゃったので、ということは天国で飲むということではないかと思います。天国ではですね、皆さん天国に行くとまず子羊の公園といって結婚式に行ってます。イエス様と教会の結婚式、私たちは花嫁です。ですからその結婚式の時ですね、まあ天国ワイン飲むんではないかなと思います。で、メッセージに戻りますが、私たちは4次元の世界で生きていると思います。じゃあなぜ2次元3次元で行ってるかというと、覚醒剤、天国に覚醒剤ないですよ、リリーさん。天国に覚醒剤ない。地球の表面はね、地球の表面、私たちのこの現実の世界は4次元です。私たちは立体の中に生きていますが、しかしこの大きな目で見ると、大きな目で見ると地球の表面は2次元と考えますね。曲面かもしれない。地球の表面は曲面ですよ。ですからそれをまあ2次元と考えます。そして、こう空にこう登っていく、こう空に登っていくと、まあ、3次元と言えるでしょう。この世の人たちはある意味で2次元で生きている、地球の表面で生きているので、この世の人たちは2次元で生きていると言えるでしょう。しかし私たちは天国を知って、天国を思って、将来天国に行くわけです。それは3次元だということですね。3次元、つまりこの地上から離れる、地上から脱出する、地上から解放される、この世から解放される、この世が2次元なら、あの世は3次元と考えるでしょう。まあ、地獄はちょっと分かりません。少なくとも天国は、3次元と考えます。もちろん時間のこともありますから、その時間を別にして、イメージとしてこの世が2次元、あの世が3次元と考えましょう。そして多くの人はですね、この世に縛られています。罪の奴隷で、お金の奴隷で、欲の奴隷です。それは2次元に縛られている、2次元に縛られていると考えると分かりやすいでしょう。そして私たちはお金より大事なもの、欲より大事なものを知ることができました。神の愛はもっと大事なものだ、神様の霊的な祝福、霊的な祝福はもっと素晴らしいということです。そういう意味で私たちはこの世の2次元のあり方から3次元のあり方に価値観が変わった、生き方が変わった、そういうふうに言えるでしょう。多くの人はお金に縛られ、時間に縛られ、欲に縛られています。それは霊的な2次元です。ですからイエス様の十字架によって、霊的な3次元を行きましょう。門下さん、天国の中にも何次元など階層はありますか？多分いろいろあるらしいですよ。5次元、6次元、7次元、いろいろありそうですね。ちょっと詳しくは忘れました。何かいろいろありそうです。ユービさん、私は死んだら死神の資格取りたい。
ユミさん、イエス・キリストを信じて神の子の資格を取ってください。私たちはイエス・キリストを信じると、神の子の資格を得れます。神の子の資格を得れます。皆さんぜひ神の子の資格を得てください。ユミさん、おはようございます。雨は土砂降りの雨の中でもやるんですか。まあ、できないときもあるでしょう。できないときもありますが、できる限りやります。できる限り。ハム太郎さん、犬の王国もあるのかな。犬の天国。あのクリスチャンのペットは、クリスチャンのペットは天国に行けるそうです。もし皆さんがペットを飼っているなら、ぜひイエス様を信じれば、皆さんのペットは天国に行って永遠にペットと天国で暮らせると思いますよ。皆さんがイエス様を信じなければ、ペットが地獄行くかどうか分かりません。天国に行けなくなります。ぜひ皆さん、自分のペットのためにも、イエス様を信じましょう。そうすれば皆さんのペットは天国で永遠に一緒に暮らすことができますよ。ペットのためにイエス様を信じるっていうのは、いいかどうかちょっと分かりませんが、イエス様を信じたらペットが天国に行きます。死んだペット会えますか。はい、クリスチャンになったら会えます。皆さん、Google Earth、 Google ストリートビューでもいいですね。ストリートビューとかストリートアース Google でね、この、地図からですね、地図からこう上がっていくと立体になって、立体になるとだんだんこう、地上が小さくなっていきます、小さくなっていきます、まさに、2次元から3次元になる、2次元から3次元になるような、その絵が出てきます。モーカさん、天国で大切な愛犬たちに会いたいです。あの方はね、この雨でも犬の散歩してますよ。すごい。パイオニアさん、イエス様って自分の中に入って動いてくれることができますか。それが信仰です。信仰というのは、パイオニアさんの中にイエス様が来てくださり、働いてくださる、それがですね、信仰です。そうすると、いろいろ状況が違うんです。イエス様が自分の力で生きるのではなく、イエス様の力で生きる。声が聞こえない。イエス様の力で生きる。それが大事なんです。天国で亡くなった有名人と会えますか。その人が天国に、天国に行ってれば会えます。イエス様は、アブラハム
ろんイエス様に会えるし、ダビデにも会えるし、モーセにも会えます。天国に行った人に会うことができます。日本に災害が多いのは何か原因がありますか？偶像崇拝が原因です。偶像崇拝が災害の原因です。ですから偶像崇拝はやめなければいけません。偶像崇拝をやめないと災害はますます増えます。この終わりの時代、ますます、偶像崇拝によって災害が増えます。パイオニアさん、歴史上の人とも会えるんですね。その人が天国に行ってればですね、イエス様を信じて天国に行っていれば天国に行けます。麻生太郎さん、クリスチャンですが天国に行けますか？まあ、さばいてはいけないってこともあるので、ちょっとなんとか人的なことはちょっと言えません。タカさん、中卒の僕でも油注ぎを受けれますか？もちろんですよ、もちろん。むしろプライドがない人の方が油注ぎ。プライドがある人は帰って天国に行けません。バイクストップ。いや、バイクは結構重いからね、そんな簡単には飛びません。では明石タイム行きましょう。イエス様を信じて天国を意識し、お金や欲から解放されて、二次元から三次元的な価値観になった。二次元から三次元的な価値観になった。スタート。本当さ、雨がすごいので、帰りのバイクの運転気をつけてください。ありがとうございます。月付きです。様々な呪いから解放されてきた。この世の呪いから解放されてきて、三次元的になった証しのスタート。まだあそこにありますよ。あそこにあります。ゆうさん、ますます天国をイメージして生活できるようになりました。イエス様と心の中で話しかけてます。素晴らしいですね。アメン。
きながら、こう吹きながらやっております。ゆうさん、走れるようになったらさくらと天国で会いたいです。アメン。天国で大切な愛犬たちと会いたい。ゆうさん、目を覚ましていなさいというイエス様の声がいつも心の中にあります。アメン。風で声が聞こえません。パヨニアさん、マイナスに見えるものでもプラスなのだと思いました。そうです、皆さん、神様は愛です。神様は愛です。一見ネガティブに見えることも、一見ネガティブに見えることも、すべて、神様の愛のバックボーンがあることを信じましょう。すべてのこと、嫌だと思われること、苦しいと思われること、全部神様の愛のバックボーンがあります。ですから皆さん、がっかりしてはいけません。恐れてはいけません。神様が愛を持って皆さんを、愛してくれています。ですから全てのことを信じ、全てのことを期待し、全てのことを期待し、全てのことを、神の愛を信じましょう。このような大雨の中でも、嵐の中でも、神様の愛は変わりません。神の愛は変わりません。神様は皆さんを愛し、私たちを愛してくれているんです。神様の愛は大きいのです。深いのです。皆さんは神様に愛されています。神様に愛されています。決してイエス様、どこおかしくなった、どこおかしくなった、皆さんどうした、じゃあちょっと了解、これでいかがでしょう、これでも声がおかしいか、音はいかがでしょう、ゆきさん音はいかがですか、イエス様に期待します。イエス様に期待します。イエス様に期待します。ツイキャスの音は OK、 ありがとうございます。そうですね、今日は21ですね。で、多分ですね、今月の31日頃がですね、昇天日と言います。で、昇天日っていうのはイエス様の復活から40日目にイエス様が天に音がこもってる、もしかしたらマイクに入ったかも、音がこもった、水が入ったかも、イエス様が天に昇天しました。同じように、イエス様の再臨の時、イエス様の再臨の時、私たちも空にこう敬虚されます。ですから私たちはまさにその時こそ
件から3事件、2事件から3事件、被疑者も信じなければ2事件のまま天国に、地獄に行ってしまいます。2事件のまま地獄に行ってしまいます。しかしイエス・キリストを信じれば、天国に3事件、3次元の生き方ができます。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、そうだったんだ、2次元の呪いの世界で生きてたから苦しかったんだ、2次元の呪いの世界で生きてたから苦しかったんだ、それからはイエスを信じる、霊的な3次元、霊的な高次元の世界で生きていきたい、もう2次元の中でお金や欲に縛られたくない、サタンに縛られたくない、サタンの奴隷から解放されたい、サタンの呪いから解放されたい、イエス様を信じて、天に向かって、天に向かって解放されたい、イエス様に解放されたい、呪いから解放されたい、束縛から解放されたいと思う方、アーメンと言ってください。アーメン。イエス様を信じて2次元から3次元に解放を募れ、2次元から3次元に解放を募れ。それで苦しんでいます。多くの人は二次元の中で苦しんでいます。この地上の牢獄、地上の牢屋、悪魔の奴隷で苦しんでいました。イエス様、アーメンと言った方々を解放してください。解放してください。この地上の奴隷から解放し、この地上の牢獄から解放し、自由を与えてください。霊的な自由、2次元から3次元の自由、天に羽ばたくことができます。金を与えられ、金を与えられ、天に舞い上がることができますように。今アーメンと言った方々が解放されて救われて、天に行くことができますように。天国に行くことができます。どうぞイエス様、解放してください。祝福してください。また多くの人が呪われています。多くの人が地上のことで、地上で苦しんでいます。彼らを救ってください。彼らを救ってください。一人でも多くの人が解放されます。イエス様によって、十字架によって救われますよ。解放されます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。それじゃあ皆さん、また夜7時にお会いしましょう。イエスキリストに会って、自由を喜んでください。三次元の自由、三次元の自由を喜んでください。それじゃあまた夜にお会いしましょう。シャローン、シャローン、良い一日を、良い一日を。
シャロー。シャロー。